ちゃってもう夜か。クマありがとう。でもほんまに困ったことに、でも明日の練習しないといけなくてマジやばくてどうしようみたいな。でも眠くてお風呂先に入るか悩んだんですけど、気づいたらもうねショールーム始めてました。離婚はちょっと今日すっぴんなのでできないです。てか明日やばい、普通にできるかな。12時間寝てた、いいな今日か。マジでなんか12時間寝たかった。クマありがとう。ねえ今日めっちゃさ眼鏡ずれてくんねんけど、何かな、迷惑だな。クマたくさんありがとう、かわいい。結婚はちょっとすっぴんなのでできないですね。さすがにメイクしてる時じゃないとまあまあまあ無理なのはまあわかるだろう。いやーマジでピンチを迎えているよね。なんかね今日ほんまに効率的に行きたくて絶対にギリギリにならんように行きたいなって思うねんけど、ほんまに無理やねんな。それがまあまあ大丈夫ですよ。うわ三兄弟クマありがとう。扇クマよろしく。明日はねめっちゃ久々の公演で、なんでこんなに空いてたかわからないぐらい空いてたから2週間以上です。扇クマありがとう。クマたくさんありがとう。やばいめっちゃメガネずれてくんねんけど、なんでやと思う。今日ほんま一日悩ませないながら生きてた。困るな。クマありがとう。久々すぎて普通に公演自体も危うい。クマありがとう。明日ファンクラブ限定公演ということで久々ですね。去年やったの覚えてる。クマありがとう。2週間以上ぶり、なんか焼津の前でしたね、あったの。その時ぶりでした。SNS のトークいつも可愛い、嬉しい。めっちゃね溜まってるね今あげたい投稿が、写真がめっちゃ溜まってて、でも厳選するの結構ね大変なぐらいいっぱいあるから、でもゆっくりあげたいと思います。結構溜まってましたいつの間にか。ありがとう。いやめっちゃずれてくるなほんまに困る。ずっとあれは島スペイン村でした。今日かメールでさ2人の写真送ってさ、どこ行ったでしょうかって言っといて、あの答え言ってなかったなみたいな、答え言ってなかったなと思って言ってなかったんですけど、島スペイン村行きました。えマジで楽しかった。島スペイン村今日が初めて行ったんですけど、多分初めて行ったか記憶ないぐらいちっちゃい時に行ったんですけど、マジで楽しくて、
なんか乗り物もなんかめっちゃ普通にジェットコースターとかあったし、なんかすごかった。普通にめっちゃ広くてびっくりした。大きくまありがとう。エスパーニャなんとかエスパーニャマジで楽しかった。なんかねご飯も美味しいし、島スペイン村めっちゃ楽しい。おすすめ。パレードがねめっちゃ豪華でね楽しかった。さすがに行ったことあるかな、ちっちゃい時。暗闇の中のジェットコースター。何それ。え、あの入ってまっすぐ行って右のやつかな。あのあれなんかメンテナンスしますって言われてやるやつかな。なんかメンテナンスがどうのこうのみたいなってるやつかな。クマありがとう。てかめっちゃオルメルみたいなキャラクターがいて、さすがに推しメンやった。めっちゃ楽しかった。初めてレベルに行ったんですけどね、感動しました。クマありがとう。超楽しかった。入ってちょっとして右に乗った。楽しかった。あれ楽しかったな。しかも結構長くてマジでね、平日だったしマジ過ごしやすくてよかった。楽しかった。めっちゃいっぱい写真撮ったから載せたい。しかもなんかピエロエリアみたいなところがあって、サーカスか、そこがねなんかほんまに穴場すぎてよかった。可愛かった。めっちゃことあったんかな。今日かもうほんまに記憶ないか行ったことないかわかんない。さすがに行ったことあんのかな、めっちゃ気になるな。さすがに行ってそうではあるけどな。このラメ限界すぎん。やばない。なったら結構きついな。初めて生で。え、頑張りますね。それは楽しみ。ちょっとほんまに公演久々すぎてちょっと不安な感じ。すごく不安な感じ出てます。出てますけど、クマたくさんありがとう。向こう側が透けて見えた。そう、なんか透明度高いみたいな。それは嘘。配信した配信。そう、なんかねYouTube で少しなんか一部って生配信があるみたいで、ちょっとどこの一部かちょっと分かんないんですけど、見てもらえたらと、見てもらえたらと思いますね。お楽しみに。なんか今日寝て起きて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 を繰り返してて、何がそんなに眠たいんかなと自問自答を繰り返したくなりますね。友達に広める、ありがたい。みんなあれです、
友達に広めてくださいね、みんな。だってあれやから、 YouTube で見れるから。前の推しメンが卒業してしみじみしていて久しぶりに行こうと思った。お、嬉しい。じゃあ教官に元気をもらいに来てください。3ヶ月ぶりに、おー、めっちゃ久しぶりや。これ剥がさんのかな、分からんな。違うっぽいわ。なんかパウダーこの間詰め替えてたやんか、めっちゃさフィットが悪くてさ、なんかパカパカしてる。この間きょうちゃんの魅力話しまくってたら引いてた止まらないと。嬉しいことだ。私の声待ってるね。ね、なんか明日から寒いらしいですね。ゆきさんの生誕ぶりの、おお、めっちゃ久しぶりや。楽しみましょう。なんか久しぶりの人多いですね、明日。今日かも久々やからマジ緊張できるかなみたいな。ありがとう。なので今日は15分経ったら終わっちゃいます。15分経ったらお風呂入ります。今日はねちょっといろいろやりたいことがあるので。わあ、よろしくお願いしますよ。くま、ありがとう。みんな今日何してたんですか。もう今日かはまあ普通に過ごしてました。何もしない。てか今日一日メガネでした。やばくない。今日の静岡26度、それはやばいわ。暑いな。大木くま、ありがとう。明日めっちゃ寒いらしい。明日の公園行きます。待ってますね。楽しもうね。じゃあほんまにメガネずれてくんの嫌よ仕事。え、そうなんや。今日日曜日やのに。みんな明日は朝は、え、めっちゃ天気いいやん。てか15度とか18度。ああ13度、11度、寒っ。10度、寒っ。明日の帰りめっちゃ寒そう。気をつけてください。友達とカフェ行ってトーク会の時着る服がいい。え、かわいい、かわいい。クマ、ありがとう。いや、今日かでもめっちゃ暑がりやから、まあ、全然大丈夫なんですけど、まあみんなは寒いかもしれないので気をつけてください。今日かほんまに暑がりすぎてやばいねんな。だからなんか18度があったかくていいなと思ったけど、でも上着ジャケット着るならやっぱ16度かな。あ、15分経ちまった。340日。デート、そうデートやから。みんな今日かもさ、なんか早くみんなと話したいしってなりましたよ。早く話そう。そうそうそう。とか見て、これハグリッドのケーキ。これね、ハンカチなんですけど、なんかねスタジオツアーでね友達が買ってきてくれたんだ。かわいいだろう。おいおい、
やばい、ちょっとほんまに名残惜しいことではあるんですけど、お風呂入って練習しないといけないんですよ。やばい、終わっちゃうかも。明日終わったら次の日は何してるかな。ああ、なるほどね、いい感じでした。現地会いに行きます。待ってるね、みんな、ツーショット撮ろうね。くまたくさんありがとう。明日の公演頑張るために早くお風呂入って早く練習して早く寝たい。今日マジで10時間寝たくて、ちょっと本当に頑張りたいところではある。うん、なのでちょっと本当にもう今日は心を鬼にして終わりたいと思います。結婚はちょっと今日すっぴんなのでできないです。じゃあみんな終わります。13位、富士山、12位、ジュキニドン、11位、リニア、10位、カツボン、9位、ユジ、8位、ワカ、7位、ワッチ、6位、グルーヴ、5位、ピオリン、4位、ジュリアマ、3位、アンドハロー、2位、ウエモン、1位、マイケルでした。ありがとうございました。ちょっとなんかないものがあるような気がしたんでちょっと探します。みんな今日は短かったんですけどありがとうございました。明日は久々の公演なのでちょっと本当に気合い入れて頑張っていきましょう。よろしくお願いします。おやすみ、バイバイ。今日はすっぴんメガネなのでスクショ載せないでください。さよなら。